ありか。なに、マシロちゃん。前から疑問に思っておったのじゃが、ミス・マリアとかいうあの鬼ババは、なぜミス呼ばわりなのじゃ？他の者は普通に先生と呼ばれておるのに。それは、なんで、ニナちゃん。私もよくは知らないわ。でも、マイスターとしてしばらくお勤めされた後、学園に戻られて、それが40年くらい前だっていうから、まだ若かった頃の呼び方が残ってるんじゃない？ 40 年？すごい！あ、そういう人のこと、生き字引って言うんだよね。バッチャが言ってた。あれ？生きた化石だっけ？化石というより、干物のようじゃが。ダメですよ、陛下。そんなこと万一ミス・マリアの耳に入ったら。干物がどうかしましたか？あ、ミス・マリア。あの、ミス・マリアって化石なんですか？それとも干物？やだだ！どうしたのです？なんでもないんです。そうだ、決してわらわたちはそんなたく化石なのだ。もう両手が塞がって大変そうですね、ニナオン。手伝いましょうか？いえ、結構です。あの、失礼します。まったく、最近の生徒たちと来たら、あの真白女王にしても先が思いやられますね。本来ならば、この文様の庭に集う乙女の卵たちは、天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜け、汚れを知らぬ心身を鮮やかな種の制服で包み、白いエプロンドレスの裾を乱さぬよう、ゆっくりとしとやかに歩くような、そんな存在であるべきだというのに。これでは、まだまだこのノートが熱くなっていくのを止めることができそうにありませんね。本当に嘆かわしいことです。CD ドラマ「舞乙女」、ミス・マリアは見てた。ガルデローデ・マルヒウラ日誌ボリューム1。裏日誌？何でもミス・マリアが普通の教務日誌に書けないようなことを書いた秘密のノートらしいわ。なに？すごく面白そうではないか。人の秘密を暴くのは大好きじゃ。見てみようよ、早く早く。私はやめた方がいいんじゃないかって気がするんだけど。